どうも皆さんお疲れ様です。イグタツです。オバタンクです。レッドフォレストよろしくお願いします。お願いします。そして目の前の発電機がハロウィーン。やった、いきなり蜜を発見したぞ。いいな。よいしょ。あれだよね、俺バチェラの花びらつけてきて、オバタンクもつけてきたから多分3台あるんだよね。かぼちゃ発電機、ちょっと待って、めっちゃ心音えぐい、うん、あと結成もつけてきました。ん？生成された結成だっけな、なんだっけな。よいしょ、追われてはないの。トラッパーですね。うお、めちゃめちゃ緊張した。トラップ回収してた感じ。めちゃめちゃ怖いな。ナイス。いや、わかんない、多分発電機見回りに来てた感じかな。いやおお、やべえ、発電機開けられるところだった。うわ、トラップ引っかかってるね。間違えた、ロッカーあ、やばい、トラップ引っかかった人の方行ってよ。気をつけて。マジ助けに来たらやばいことになってるわ。うん、そっち行ったねお、カボチャ2代目、かわいいな、カボチャ。もうちょっとカボチャつけてくれてもよかったな。でもなんか光ってるとてもありますけど、壊しちゃっていいんじゃない。霊障はつけてないでしょう。なんかダジャレっぽく言ってますけど。あ、何あのオレンジ色のやつ。どこが花びらじゃなくて、がオレンジ色に光ってる。あ、かぼちゃだからオレンジに光ってるの。あ、そう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 、フェリックスの能力のさ、パークの投資家ってやつつけてるんですよね、うん、ああ、そういうことね。そう、かぼちゃついてるとね、オレンジに光るらしい。あれ、一発で死んだ。なわけないよね。なわけないね、多分。ナイスチェイスです。今ね、蜜を2つ目吸っております。いいな。俺かぼちゃ2代目を回してます。生成された結成かな、つけてきたやつ。医療キットで回復中にセカンダリーアクションボタンを押すと走るのが 20% 速くなるとかだったかな。よいしょ、かぼちゃ2代目回りそうだよ。危ねえ、バレたかと思った。助け行ってたの、回してたの。いや違う、サスケ行こうと思って近寄ってったらね、すれ違った。あ、そういうこと。やばいな。サスケ行ってる、向かってるけどトラップわかんねえ。よいしょ、救助しました。ほい、回復しまーす。一応今のところ信用はしないな。すごいね、多分小屋の真ん中の小屋らへんにいるな。うわー、ダメだ。うわー、カボ電気回すわ。お、カボ電気あるの、いいな。うん、カボ電気。いやー、ダメだ、同じ人が追われてる。真ん中の小屋の2階にありますよ。あー、ここか。今ね、2人で回してる。あ、マジ。うん、いやー、ダメだ、キラーさんが近くにいる。そうだね。おっと、下でやられてますね。まずいな。多分次こっち来るから、まあ、カボ電気だけは回しておきたいね。釣ったね。あ、でもどっか行ったな。全然違う方行った。あ、カボ電気の方行かんかった。うん、あ、でも戻ってきたな。カボ電気探ししてるのかな。あ、トラップを拾って前に置くと。マジか。あ、そっち行ったね。そうだね。これ助けていいかな、まずいかな。あ、戻ってった、戻ってった。マジ？うん。やばい。あー、クソ、やばい。助けてあげて。よいしょ。ナイス。クソ。声でバレたか。トラップを解除。いや、キラーさんが引っかかってくれたんじゃね？落ちる、落ちてくれたんじゃね？落ちる、落ちてくれたんじゃね？落ちる、落ちる。おっしゃ！取ったふりをするというね。これが私の作戦です。やばいやばい。ふりをして引っ掛ける。あ、何走って、なんで走らないの？
避けた。違う、回復してさ、回復しようと思ったのよ。間入って、ナイス。回復して 20% あれしようかなと思って。あれセカンダリアクションボタンが押せない。くそ。ちょっと何やってるんですか。違う。消す、あれよ、生成された結成だっけをつけてきてるからさ、医療キット回復中にセカンダリアクションボタンを押して 20% 上昇させようと思ったのよ。なるほどね。うまくいかなかったようだ。くそ、普通に逃げればよかった。生成された結成、うん、1回目さっきだってトラップに引っかかってくれたから。なるほど。いやナイスですね、あの外す、解除するフリっていうのは。このねフェイントが刺さりましたよ、見事に。そうね、解除しないでよと思ったもんな。引っかかってくれるやんと思って、相手が見てるのをね見て、ああいつ解除してやがるなと思わせた作戦でした。ということで発電機回します。もう3台回ったもんね。確かに。おーっと、かぼちゃね、かぼちゃ3台が回ったよね。あ、そうなんだ。よいしょよいしょよいしょ。あれ、医療キット使ってなかった。よし、医療キットギリギリにしといて。あ、そういうことか、俺さっき医療キット使ってなかったから発動しなかったんだ。あれ、やばくね、この人3回目じゃね。あ、そうだね。お兄さん、あ、まずいまずい。あ、うそ、うわー、申し訳ねー。何壊しとん。申し訳ない。これは申し訳ないね。まあ今の人の分も出るしかないですね。やばい、もう一人の人が追われてる。電力システムでどっか行った。じゃあいいじゃん。あれ、僕はまだ釣られてない。まあ、言うと俺も1回だし、もう一人も釣られてないんじゃないかな。今の人が3回釣られただけじゃない。確かに。いや、この投資家っていうパークね、結構おっと初心者向けパークではあるけど、どういう効果が分かりやすい。何メートル、32メートル以内の発電機の位置が分かるんだったっけな。あ、で発電機が回るとね、ちょっとの間使えなくなる、見えなくなっちゃう。あ、逆にね。そう、俺は右回りで助けに行くぜ。よし、右の方に行ったよ。え、なんで分かる。多分結束、うわダメだ、こっちにいるわ。結束ついてんのか。うん、心音がした。多分トラップが怖えな。トラップが、蜂蜜チューチューがあったんで、あ、先に蜂蜜チューチューをしようかなと思ったんですけど、うわー近くにいるな。先に発電機回しちゃおうかな。あ、救助した。救助しましたね。あ、オバタンクかな、俺キラーだと思った。どういう間違い。めっちゃ心音してる。おー、おぶねえ、おぶねえ。はい、そりゃあかんで。ネグちゃん直して、ちょっくら、あ、これかな、キラーさんのあのハロウィン仕様のハロウィンフックは。やばい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 、もうちょっとで回りそうなやつあるよ。あ、どこって言われても俺今追われてんだよね。あ、発電機の方蹴りに行ったかも。もうあれダメだな、多分警戒されるな。なるほどね。怖いな、どれのこと言ってんだろう。こっちに回っちゃってるのが2個もあるな。いや全然俺のこと追ってきてるわ。おーおー、全然俺のこと追ってきてるわ。おー、頑張れ、見えてるよ。近くで蜂蜜集中作戦しております。この蜂蜜がね、美味しいんですよ。おめめめめめ。よっしゃ、 20% 早いぞ俺は。 20% 早いぞ。キラーとどっちが早いんだ。で、いや、 20% 早いぜ俺は。うわ、同じくらいだ。特別俺の方が早いわけではない。やばい、とこあぶねえ。やばいやばいやばい。今チラッと見えたな。 20% 早くてもダメだ。やぶねえ、あぶねー。
ありがとう。じゃあそっちの反対側ね。よいしょ。あ、結構回りそうな音してるやつがある。これかな。あ、半分ぐらいいってるやつがあったらこれ回すわ。そうだよね、そうだよね。よっしゃ、ロッカー、ロッカー、ロッカー。このままね、逃げてくれると。あ、負けそうですね。あ、素晴らしいですね。いやー、負けるね。いやー、20% 速くなっても特別話せないっすね。こっち来た。うん、ナイス、ナイス、発電機。やばいやばいやばい。とりあえず回復しようかな。僕が追われてますね。一回も釣られてないんでしょ。いいじゃん。うん、やばい、一瞬信用して焦ったな。とりあえず回復して。ただ怖いのは地下がここにあるということ。地下真ん中。うん、お、ノーワンない。おし、なるべく離れるでごわんす。はい、あぶね。ナイスフェイント。わっしょいわっしょい、盛り上がってきてよ。わっしょい。あ、いや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 、わっしょいで死ぬなよ。わっしょいで死ぬんかい。わっしょい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 。おい、蜂蜜吸いすぎやぞ。もう一人の人って回復持ってないのかな、ね、多分持ってないね。あ、開いたね。二人とも開けてくれてるね。うん、もう一個開いたもんね、片方。お、すごい。すごい見てくれてる、僕のこと。キラーさんが。見つめ合ってる？あ、でもね、どっかぐるぐるしてる。多分トラップを探すのために、ね。そうだよね。トラップ探しに行きたいよね、多分この状況だったら。一気に借りたいもんね。持ってきました、持ってきました。目の前に置こうとしてますね。まだ置いてないよね。血族で見えてるもん。置いてない。あ、置いたね。置いた。じゃあ俺から行く方だったら大丈夫だね。そうだね。これどうしよう。オバタンクまだ1回も釣られてないもんね。あ、じゃあ、じゃあ1回目だもんね。1回目ですね。最悪脱出にかけたいとこだけどね。いや、それはやめて。それはやめてほしいんだけど。あ、どっか行ったふりしてこっち見てるぞ。もうしょうがない。そうだね。来た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 。はい。おおおおおお、そういう感じね。これどうしよう。俺大丈夫、いいよ、逃げていいよ。トラップのとこにいるわ。担いでくれたらトラップに持ってアウってなって。俺これ逃げれるかな、逆に。あ、どうだろう、追われてるのか。回復しとけばいいのか。今たちやばいな。いや、どうでしょう、2人とも怪我しちゃってるっていうのが。やばい、出ちゃうね。ダッシュッ、回復してくれてる。うん、立てるか、立てるか、てる、立てるか。戻ってったよ。今出口ギリギリで俺攻撃食らってちょうど脱出だった。オッケー、よいしょ、頑張れ。そっちキラーの方向かってってない。でも、ああ、でも、ああ、でも、ああ、嘘だ。嘘。そう、それは面白すぎる。それはそれは面白すぎるぞ、お前。お嬢さん、あ、抜け出せないよ、助けて。でも釣りに来ないね。助けてよ。どんだけ、どんだけ出れないの。なんでこんな取れないの。これもう出れない、出れないやつ、最後の最後は。やばくない？最後の最後に引っかかる。え、なんでこんなに、なんでこんなに。これはバグでしょうか。あ、メメ盛り。メメ盛りだと。あ、抜けれた。頑張れ頑張れ頑張れ。右右右右右、そっちじゃない、そっちじゃない。違う違う違う、右右、もっと右、もっと右、そっち左。右右だって、右。うん、そのまま壁沿い、壁沿い、壁沿い。本当ですか。うん、もっそっち、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 そのまま、そのまま、そのまま。あったあった、行け行け。うわー、脱出。なんかハッチの音したな。ハッチの音したな。おー、ナイス脱出。危ない危ないね。いやー、親の所有者。ナイス脱出って言っても2人しか出れてないけどな。これはいい、いい戦いでしたね。そうね、ナイス脱出。言うて2人しか出れてないけど。いやー、でもいい勝負でしたね。ちょっと最後のオバタンクのトラップはマジで焦ったね。あれは面白すぎた。しかもメメ盛りつけてるっていうね、キラーさん。あれなかったらあなた終わってたよ。確かに、あれのおかげで時間稼ぎできましたね。間違いない。しかも俺ほぼ満点だったわ。
くそ、もうちょっとだったな。めっちゃポイントもらえたけど、そんなに満点じゃなかった、ね、ハロウィンのおかげですね。本当ですね。いや、次回は俺ら二人じゃなくてみんなで出れるように頑張りましょう。イエスボス。では皆さん次回もお楽しみに。またね。最後までご視聴ありがとうございます。少しでも面白いな、応援してもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。